ただいまより第24回野中塾塾長杯を開催いたします。皆さん、試合には塾長のように怪我ないようにお怪我のないように頑張ってください。以上です。やばいぞ。開催いたします。後援日本腕相撲協会様、協賛イデア工房様を頂戴いたしております。また本大会スポンサーとしてワンエンドセブン、シビリア筋肉ハギ、コメドリア、そのまま専務磯貝隆様に提供していただいております。この新元号に代わって令和まだ間もないですが、令和最後の大会となります。皆様が普段の成果を発揮して、令和何年も覇者とならんことを心から祈って、コンサートを開催していただきます。皆さん頑張ってください。いろんな県から集まっていただきました。もう今までの、ね、練習の成果を発揮する場、まあ、でございますので、ね、皆さん頑張ってください。俺、主婦の方じゃなくて欲しいですか。1枚5000円です。1枚5000円、真っ白で見えません。はい、1枚5000円、なんと1万円分誰かに当たります。あの目立った方、優勝しなくてもいいです。もう拍手の方々、目立った方、あの多分皆さんに渡す頃も腐ってますね。食べれることは分かりませんけど、一応オブジェでも素晴らしいと思います。それでは皆さん頑張ってください。ルール説明、塾長アナコンタ君、アメ玉小僧君、よろしくお願いします。よしゃんで拍手、拍手、第24回野中塾塾長杯決勝戦を始めます。もうこれは何と言ったところか、今日は後半の距離が僕の右も持ってない、右も持ってない、どうだよ、あれ、あの見てません、すみません、香りが勝ったみたいな、ありがとうございます。おめでとうございます。優勝は香織選手、2位アッコ選手、3位は、これだけのラッキーになかなか見たことない、いいラッキーでしたね、はい、本当に、はい、それで動いちゃったのかな、ラッキーかな、たこ焼き屋の街並みが多い、あー、まあ、これ練習は嘘つかんですね、これ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。優勝は髪型は D の D じゃないですね。髪型は S なんですね。A の上だから。そら。あ、さて、そらったね。細田小さなチームが育ちました。決勝に臨む選手がよっしゃ、
はい、おめでとうございます。おめでとうございます。優勝は鈴木優選手、2位小松選手、3位は松井選手。なんと鈴木選手左手で残ってます。いや、青木島も強い。青木島強いですよ。青木島強い。だから鈴木入った、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 鈴木入った。まだ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 諦めない、まだまだまだ諦めない、諦めない。一回入れる、一回入れたらどうだ。何か青木島、はい、おめでとうございます。こちらの松根、これ松根優也だな。いや、松根も決勝に残るようになりました。はい、愛知県選手権から数えてどうでしょう、17年代から出てくれてますけど、初めてぐらいじゃないかな、こういうところで決勝を見るの。県大会であったかな。まあ、ずっと続けておればね、いつか光が差すということでございましょう。はい、
っぱい。あ、始まりみたいな。振るか、おばさんの振るか、おっさん、みんなじゃない、みんな強い、ここまで今日シニアに負けるだけ、ちょっともしかしたらバイリズムはちょっと下向きなのか、だからもう負けたら終わりなんで、負けてないですね、負けたら1-1にしないと、あ、オーダーに入ったか、これオーダーに入りましたね、オーダーが、あそこにいたか落ちたな、逆転優勝になるのか、あーもうこれはもうあの巻きがね、もうしょうがないですよね、やぶらしい、おめでとうございます。優勝は、ありがとう。おじゃす。ギリシャマン強くなりました。うち初めて来た時、B の A ぐらいか C ぐらいでしたかね。ヘッドは硬いなと思ったけど、なかなかね、こっちに伸びない時もありましたけど。これはどんどんになりました、巻きでこれ僕です、おーおーおーやったー、これが優勝、おめでとうございます、優勝、はい、各賞発表いきます、美濃加茂、美濃初霜の、米3名様10キロずついきます、米水、まずあゆみ選手、3日でなくなります。福の手、3日でなくなります。はい、小川選手、よく来てくれました。はい、また来てください。また来てください。はい、鈴木選手も、そしてもう戦いぶりも素晴らしかったです。素晴らしかったです。素晴らしかったです。はい、今日、あの福の手になってびっくりしました。アナコンダ選手。あったあったはい、どうぞです、5000円分です、はい、じゃあ行きましょう、 T シャツ、これは森山社長といろいろ話し合った結果決まりました、 M、L、XL の3枚ございます、 M 賞行きましょう、キム太郎、はい、N 賞はもうこれピチピチで来てください、セットン、もうね、ちょっと気合いの入った T シャツなんで、あの森山君が、ね、あの作ってくれました、はい、クレジーマークレジーマー T シャツ、なんと XL はもう一丁、鈴木優輝、大好物のサンドイッチ、素晴らしい、はい、いきましょう、野中塾の年間 MVP います、野中塾毎年もう24年毎年年間 MVP と感動賞を発表しております、年間 MVP はスポッチボブ、おおおおおおおツルペンが彼女です、ツルペン、ツルペン届けばないと、あー来た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 、もうね友達が一人もいない、横浜以来の友達が一人もいない、もう地元で嫌われて嫌われて嫌われて、もう本当にうんこ投げつけられて、はい、おめでとうございます、はい、大会 MVP 行きましょう、あのね、いろいろ本当に今あのもう戦いっぷりですよね、いい戦いっぷりを私は一番してたかなと思いました、決勝まで来ていただきまして決定いたしました、はい、大阪、ん、京都、どっちでしょうか、沖島選手、あのいい戦いっぷりでしたね、すべてちゃんと自分の形で我慢する我慢する我慢する、何回やっても上がってませんでした、素晴らしいです、
はい、私から盾を、そしてハギチュー・ゴンザレスオーナーからは1万円分のステーキ、うわー見えるようになりました、見えるようになりました、はい、あの肉は腐った方が美味しいというか腐っております、はい、お願いします、おお。あの近所の犬にあげてください。今日はいちごショートケーキ味になっております。開ける。はい。写真。写真。こんな感じで。はい、欲しい方、もう試合出てなくて結構です。ご起立お願いします。はい、じゃんけんまだ、まだパイいきますよ。まだパイいきますよ。じゃんけん、ほい。アメちゃん、大川ちゃん。似合うから、ちょっと前までマンドリルって言ったんだけど、髪が、おー、かっこいいけど、なんか。もうちょっと、なんか、髪見てくれたんだ、これ。パスが明けようと言って、熱い熱い試合でね、あの人が勝つんじゃねえかと思った人が意外と負けちゃったり、まあ、それが大会ですけど、覚えてますかね、3歩歩いたら忘れてる人ばっかなんで、ちょっとここが来年、夏と冬、ちょっと変わります、夏9月第2、12月も10月、12月第2に変わるそうです。取られちゃってて入れなかったんで、9月第2、12月第2、またここで大会やりますんで、いつも言いますけどね、皆さん仲間なんで、仲良くね、これからもやっていきたいと思うんで、また、まあ、いろんなところで、顔を見ると思いますけど、その前になったかな、上島のこ、4月の11日、そう、土曜日なんで、なかなかね、仕事の方は休めないかもしれませんけど、2月ですか、ボス。あ、オスが2月、まあ、カコちゃん来てないんだなまあまあまあ、とにかくいろんな試合ありますんでね、皆さんで精査たくまして頑張っていきましょう、はい、本日はお疲れ様でした。ガッチリな、ガッチリな C じゃねえよ参りました。いや、ちょっと上がったじゃない。いや。